こんにちは、かんなまです。本日はマルユナイテッドアローズの6月の新作商品をご紹介していきたいと思います。今回からですね、プレスの池田さんにもご協力をいただきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。というわけで早速、6月の新作アイテムなんですけど、3品番のみです。なんですけど、もう3品番気持ちを込めて作っておりますので、一個一個ご紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちらプチプラモードトップスの新色が出ます。グレーです。黒と白と、前オリーブを発売してるんですけど、オリーブはもうなくなってしまったので、新色としてグレーをご用意させていただきました。黒と比べるとね、黒マイナス15の85くらいの黒、スミクロ、あ、スミクロです、スミクロです。汗じみ防止で、もうすでにマルのインスタグラムだったり、この YouTube のショートでもお披露目してるんですけど、中がね吸収してくれるんだけど、外には汗がこう響いてこないっていう特殊加工を使っているので、かかってる、滴っている、なんだけど前には響いてこない。すごいんですよ、これすごいんです。で、次、ジャンパースカートです。上半身、この胸周りをスッキリとしたものにして、胸から下、イカラの部分をちょっとねボリュームを出しているので、まあこの腰周り、お腹周り、腰周り気になる方とか、すごいスッキリと着られるかなと思います。マルデビュー当初にウエストをねこうやって三角形にカットしたパンツがあったんですけど、それご好評いただいてたので、そのデザインもなんかちょっと取り入れたいなと思って、こんな感じで切り込みを入れてみました。後ろはここをゴムにしてあるので、胸周りはちょっとねスッキリとしてるんだけど、着心地はゆったりとなるようにしております。ここはですね、私のこの判明した時にデザイナーさんがですねご提案くださったものなんです。で、素材感もちょっとねワッシャー感ある、見た目以上になんか触った感じはちょっとカジュアルというか、ザラッとサラッとしている素材ですね。ちょっとスポーティー、はい、な、まあ、後ほど着回しの方はご紹介していきたいと思います。で、ラストなんですけれども、まず初のユニセックスライン、究極のシンプル T シャツ、ででーん、無地Tなのになんと1万円近くします。高級、高い、シンプルに高いんです。でも高い理由があって、まず生地なんですけど、 T シャツってね、だいたいこのコットンで作る時に20から28ゲージって言われるねところで作るんですよ。これは36ゲージいっちゃってます。で、こうやっちゃってる、スーパーで言うと紀ノ国屋レベル、最上級、はい、成城石井ではございません。で、コットンなんだけど、不白っぽいっていうか、なんかザラザラしたっていうよりかは上品な滑らかさ、ブラウスみたい、そうです、になるので上品に着れる無地T、さらにはその38ゲージで細かくなって、その縫い合わされてることで探求性もしっかりしているのでよれにくいんです。素晴らしい、そうなんです。もうね、いい生地でちゃんと作ると本当によれないの。私自身が大学生の時に買った無地のね高いタンクトップが未だに着れてるんです。すごい、すごいじゃないですか。もうそれがあって今回マルでもこうやって高級ラインをちょっと作らさせていただきました。36と38でもだいぶ丈感をがっつりと差を出しました。40になるともうこれはメンズの M サイズで作ってます。で、タグとかつけちゃうとね繊細な感じが失われちゃうなと思ったんで、ここプリントでロゴ入れてあります。黒は黒で目立たないように作っております。以上の3品番が今回6月24日に発売になります。まあ詳しくはですね、毎度のごとくマルユナイテッドアローズの公式インスタグラムの方でいろいろと情報を発信しておりますので、ぜひそちらをご確認ください。ではここから着回しのご紹介。私は肩周りにしっかりボリュームがあるトップスなので、ウエストの位置を高めに持ってこようかなと思って、ハイウエストの使えるチノパンを履いて、クロップド丈なのでブーツで合わせてみました。もう8月の終わりとか、まあ9月入っちゃってからでも全然着れる着こなし、ね、夏もなんかブーツ履いても可愛いかもみたいな感じで、はい、とにかく何でも合わせていけるという、はい、全然出しても全然いいんですよ。まあ、シンプルなんですけど、勝手にメリハリができる、この構造もこのね安心感で、まあ今回新色のグレーなんで、黒で他を全部統一させた時もここだけ色がちょっと明るくなって雰囲気変わるかなと思います。はい、
スカートを合わせて、私は丸柄のパンツを履いております。本当にシンプルなものに合わせるだけで完成度が高い。それに尽きる。ボックス型なんで、ここでちゃんとシルエット作ってくれてるし、まあ、合わせているスカートがね、ここにさりげないタグを1個ピョンって入れているものなので、まあ、シンプルながらにちょい癖ありの方で、でグレーと黒のグラデーションでまとめてくださったっていう感じでございますかね。そうですね、はい、でもちょっと足元は B さんで抜いておりますね、はい、抜いております。抜いておりますね。で、私の方はもうベストゴムの柄パンと合わせて、まあ、白黒グレーの3色、これもまあグラデーですね、うん、こんな感じで、まあもうお好きなアイテムと合わせてもらえれば完成するプチプラモードトップスでございますので、お好みでご活用ください。はい、はい、次こちらのジャンパースカートのご紹介。今池田さんは紐のないチューブトップみたいな、はい、のを着て、はい、一枚着で着てくださってます、はい、で足元をカジュアルにねスニーカーで合わせてくださってますが、まあ夏こんな感じで一枚で着るのもすごい可愛いなと。ちょっと露出が激しいとやや恥ずかしさもあり、うん、というかなんかちょっと女っぽすぎると嫌だなっていうところで、こういうスニーカーが活躍する。後ろも可愛い。ギャザーのなんかカジュアルな感じが、はい、花輪さんが、ね、今日着てるみたいなゆるっとじゃないんですけど、締め付けは全くない。ここに大量に入れてるんですよ、うん、でここ癖をこうやってワンポイントで、はい、入れてるので、なんか単調にならないジャンパースカート、さらっとなんか肩抜く感じで羽織ってもらっても全然ありですね。はい、かわいいし、言うてもね、この辺がっつり出すの抵抗ある方、お手持ちのシャツとかこうやって斜め掛けでちょっと肌の露出を抑えてあげると着やすくなるかなと思います。で、このワンピースは他にはこんな感じでジレをさらっと着てあげるスタイル、おすすめです。ちょっと大人っぽいっていうシティ感出てきますよね。ね、出てきますよね。で、これまたまた他にはもうこんな感じでさらっと B さん合わせでザ・サマーガール。サマーガールふわふわしてて揺れるからちょっと揺れたくなる。あらさっきジレだったんですけど、もうちょっと軽い素材の、まあ、ノースリのシャツとかでもいいし、なんかちょっとね、やっぱこの辺を隠してあげるだけで海からシティ、あの海地下の街に歩けるようなスタイル、露出も控えめになるから着やすいと思うし、またはこんな感じでなんか長袖にして、もちろん秋ニットとかにしちゃえば冬もいけちゃうものです。はい、で今池田さんはねちょっと透け感があるものをインナーに合わせてもらって、で足元はバレエでちょっと上品にね、モノトーンの中でもちょっと辛口すぎない、甘口も過ぎない、程よい、程よい、ちんからまでもいかないですねで、ちなみにこれ私が着るとこんな感じです。お腹周りも目立ちません。ここの部位が活かされるので、今の時期だったらさらっと羽織ってもらえれば露出も気にならないし、足元軽くしちゃえば暑くなってきてもまだまだ着れるかなと思います。はい、のシンプルティーのご紹介。今私は40、私が36、丈的にはこんくらい、まあ長すぎず短すぎず一番程よいところ狙っております。で、このまま着てもいいんだけど、フロント部分とか横のところをちょっとねこうインしてあげるだけで慣れ感が出てきます。池田さんはピアスとネックレスをシルバーでちょっとポイントで、シンプルなんでちょっとピアスは大きめの時計とかリングとかアクセサリーしっかりつけて、シンプルなんだけどちょっとね個性も出していこうみたいなところで、うん、そうですね。ちなみにこの T シャツは二の腕ががっつりと隠れる丈で作っているので、お好みで折っていただいて、あとねここを細くしてるんですよ。ここなるべくここを太すぎず細すぎずでもちょい細めで作ってて、メンズの無地ってここが細いのなかなかないんですよ。なんで、あ、男性の方にもぜひ着ていただきたいアイテムの一個ですね。あ、かわいい。ちなみに今着ていたパンツ全部 T シャツ中インしてもらって、こんな感じでセットアップの下に合わせてもらっても
全然いい感じです。この見え方がめちゃくちゃ綺麗だから、こういう上品なちょっと綺麗めなスタイルと合わせてもすごく馴染み思いますし、他には今度は38を着てもらってます。さっき着てた36のサイズに比べて4センチ着丈が長いだけで、とこんな感じでゆったりしてるんですよ。ちょっとお尻隠れてるかな、ぐらい身長にもよると思うんですけど、こうアウトで着るときはちょっとこういうすっきりとしたパンツもいいかなって、まあ、T シャツなんだけどブラウスを着てる感覚で綺麗な素材感のパンツとの相性がいい、いいですね、はい、そう、なんでこれにジャケット合わせてもらえれば全然オフィスにも綺麗にカッチリと着ていける無地の T シャツですね。入れ合わせでもやっぱなんか所々華奢なデザイン、何よりも生地のこのサラッとね、本当にざわざわしない感じ、着ててもめっちゃ気持ちいいですね、はい、が無地 T でも上品見えしてくれるっていうのがポイントです。でまたはあえてのサイズ40で、今さっき履いていたパンツがすっきりめのシルエットだったんで、上半身を大きく、足元はちょっとスリムに、シューズでごつくっていう、このバランスとかで着るのでもすごい可愛い。可愛い。可愛いよこれ。これめっちゃ可愛い。あえてサイズを上げるっていう着方はすごく可愛いかもと。で、これ本当メンズの M サイズのサイズ感なんで、もちろん体男性の方が着てもらってもいいし、兼用でもいいし。そう、私もさっきからずっと40着てて、こういうジャンパースカートの下に着るのでも全然いいかなと。思います。低身長さんで着せられてる感が出ちゃう方とかは全然36、相手の低身長さんでも大きめ着て、バイカーショーツ的なのとか履いてもらうと、かわいいです、いいかなと思いますので、ぜひお好みのサイズを見つけてみてください。以上